おはようございます。2024年の7月の今日は5日ということで、今日は穴子の日だそうです。食べたいですね、本当にね。改めましておはようございます。江南市議会議員の大藪豊和でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日その穴子の日ということで、まあ、この時期になりますと夏バテ、このね予防に、皆様奥様方やお父さんお母さんですね、お母さんなども、家族の夏バテを防ぐためにいろいろな食べ物をですね工夫されて見えることだというふうに思っております。さあ、そんな中で夏バテの防止ということになりますと、まあ、うなぎなどがね、よくスタミナ増強ということで、出てきますが、なかなかやっぱりねうなぎとなると値段がね、値段でしょう。で、同じように、まあ、ビタミン関係で夏バテ防止になるというと、これ穴子がね非常にいいそうです。もうねすでに焼いて売ってるケースが多いんですが、温めるだけでねさっと出せるような、そんな穴子料理、今夜あたりいかがでしょうか。話題ごろっと変えまして、昨日です、我々の議員仲間が実は、長野県飯田市にあります小ヤギの即売所というか競り場ですね、こちらで3頭のヤギ、これを購入してまいりました。そうしたところ、その記事をねちょうど SNS に載せたところ、何のために買うんですかという質問がありました。ありがとうございます。質問していただいた、ね方ありがとうございます。これ実はですね、何のためにかというと、この議員、まあ、議員生活始まってから本人のテーマにもしております農業関係、この農業関係で、この江南市には耕作放棄地があまりにも多い、さらにはこの耕作放棄地の中で、ちょっとね管理が大変で雑草がたくさん生えてて、やはり近隣の皆さんの迷惑になっている、まあ、雑草問題、虫やなんかが湧いたりとか、それから、まあ、害獣ですよね、蛇とかね、そういったものが出てきてちょっと困ってるというケースもよくあります。そんな時にこういった草の処理、もう本当にねお金を出してこれやってもらうと恐ろしい金額になってしまいます。そんな時にこのヤギを安価に貸し出すという事業を実は本人は始めたいということで、このヤギを買ってきました。小ヤギで、実は雑草対策をすると何がいいのか、自然にいいんです。すなわち農薬だとか、農薬じゃないですね、あれは何ですか、草を枯らすような、そういったようなもの、雑草を何ですか、こうそういう駆除をするような薬とかをまかなくて済むということで、大変健康的に良いということで、このヤギを購入したそうです。一度ですね、またそんな相談、私からその議員にもお話しますので相談してください。さて、ちょっとシリアスなお話になりますが、昨日静岡県牧之原通園バスの事故、この事故の判決が出ました。実は私その判決文をニュースで知ったんですが、その判決文を知った時に本当にね涙して、その判決文をよく自分の中で咀嚼噛み締めました。それは何か、幼くして3歳で亡くなった女の子、この女の子の命はやはりこのお父さんやお母さんを喜ばせるために生まれてきたんであって、これ教訓のために生まれてきたんではない、今回のこの事故のような教訓を与えるために生まれてきたんじゃない、これをよく知ってほしい、被告の方には知ってほしい。さらにはですね、この女の子が亡くなったことによって、我々は子どもの命を守ることの大切さを知るべきなんだという、判決文の結果にですね、その判決の主文が言い渡されました。本当にそうだと思い、そしてこの涙ながらにこの判決文を読んだ裁判官、この方の本当にね、心あるその判決に対して私は本当に敬意を表したい、そんなふうに思いました。皆さんはどのようにお考えでしょうか。本当にね、我々が本当に子どもたちの命を守るべき大人になるように一生懸命頑張ってまいりたい。私もそういったことに関してはちゃんとね、頑張っていきたい、そして努力をしていきたいというふうに思っております。
さあ週末です。この土日天気の方はなんかちょっと曖昧みたいな感じですけどね、今日はね本当に暑くなりそうです。十分お気をつけて暑さ対策、特に熱中症対策には十分お気をつけてお出かけください。では今日も素敵な一日になりますように、そしていい週末をお迎えいただけますように。いってらっしゃいませ。ごきげんよう。